クリストファー・アラン・アーチャーは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ローリー出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のタンパベレイズ所属。愛称は、オレスティス・デストラーデが名付けたフラーコフ・フエルテ。2006年の MLB ドラフト5巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。2008年12月31日にマーク、デローサとのトレードで、 マイナー2選手と共にシカゴカブスに移籍した。2010年は AA 級デートナカブスと AA 級テネシースモーキーズで15勝3敗、防御率2.34を記録し、11月19日にルール5ドラフトでの流出を避けるためにカブスの40人枠に入った。オフにはベースボールアメリカ市からマイナー全体で27位の有望株に選ばれた。2011年1月8日に マットガーザを中心とした大型トレードによって、サムファルド、ディ・マナブ・シュー、ブランドン・ガイアー、ロビンソン・チリノスと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。2011年は主に A 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレー。147イニングで86支球を出すなど、制球に苦しんだが、シーズン終盤には、トリプル A 級ダーラムブルズへ昇格した。 2012年6月20日のワシントンナショナルズ戦に先発でメジャーデビューし6回3失点と高騰したものの敗戦投手となった。4試合目となった9月13日のボルチモアオリオールズ戦では延長11回から登板し4イニング目で失点し自身3連敗となった。次の9月19日のボストンレッドソックス戦で5回3失点で初勝利を挙げた。 2014年4月2日に、レイズと総額2550万ドルの6年契約に合意した。同年は32試合に投げ、うち20試合で QS をマークし、規定投球回到達と2桁勝利をマークした。また、ツーシームを多用したことで基本塁打を減らすことにも成功した。2015年6月7日に、史上初となる3試合連続での無支給 二桁脱三振を達成したし、この週のプレイヤーオブザウィークも受賞した。オールスターにも選出され、4番手としてマウンドに上ったが、1.1イニングで1失点を喫した。リーグトップの34試合に先発登板。防御率3.23はリーグ6位、252脱三振はリーグ2位という成績を残したが、12勝13敗と負け越した。 2016年は、打線の援護に恵まれず、負け星が先行。9勝19敗となり、リーグ最多敗戦投手となった。リーグ2位タイの233奪三振、同2位の奪三振率10.4を記録。オフの11月11日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表への参加の意思を表明し、12月5日に選出された。 タンパベイレーズ時代2017年は、開幕前に選出されていた第4回、WBC に参加。2次ラウンド終了後、代表から外されたが、3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。シーズンでは8月17日のトロントブルージェイズ戦で、通算1奪三振とシーズン200奪三振を記録したが、トータルでは10勝12敗。 防御率4.07と2年ぶりの2桁勝利を記録する一方、2年連続の負け越し、防御率4点台に終わった。脱三振はリーグ3位の249を記録し、脱三振率は自己最高の11.1だった。2018年7月31日にオースティン・メドーズ、タイラー・グラスノー及び後日発表選手とのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。 背番号は24。2019年4月7日のシンシナティレッズ戦で、レッズのデレクディートリックに対して、小石球を狙った背中を通過する危険球を投じた、ことに激高したヤシエルプイグがアーチャーに殴りかかった、ことをきっかけに、両チームから選手が出てくる乱闘に発展、退場にはならなかったが後日 MLB より5試合の、出場停止と罰金の処分を受けた。 2020年オフの10月31日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年2月9日にフルスノレイズと650万ドルの単年契約を結んだ。オーバースローから最速99.2マイルパワー、平均94から95マイルパーワーのフォーシームと決め球である平均87から88。 マイルパーアワーのスライダーの2球種を主に使用し、平均85から86マイルパーアワーのチェンジアップも投げ分ける。2015年まではツーシームも使っていたが、2016年では使用していない。脱参審率が極めて高く、MLB 通算脱参審率は9.34。ありがとうございます。